2013年のホリーマンゴールドホリーマンゴールドはアメリカ合衆国オハイオ州デートン出身の女子重量上げ選手。身長1 7 3トル体重1 7 0ラム兄は NFL のニューヨークジェッツに所属するニックマンゴールド。高校時代はアメリカンフットボールを行いオフェンシブラインマンを務めた。オハイオ州の女子校アースリンカレッジに 陸上競技で奨学金をもらい入学、重量上げを始めた。2010年より重量上げに専念するためカレッジを休学している。2012年3月4日に行われたロンドンオリンピックの代表選考会でスナッチで1 1 0ラムクリーンジャークで1 4 5キログラムを上げてアメリカ合衆国代表に選ばれた。 オリンピックと NFL のトレーニングキャンプの時期が重なっており、兄のニックは本人が希望すればキャンプを欠席することも認める配慮が受けられるが、チームにとって大事な時期であることからロンドンへは応援に行かないと話していたが、レックスライアンヘッドコーチやチームメイトの説得により、ロンドンで妹を応援した。県を断裂して、 コルチゾンを打ちながら出場した彼女は14人中10位に終わった。ありがとうございます。